おはようございます、たかしです。本日は1月5日水�曜日、ただいま8時41分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは円指数の日足からです。昨日はかなり円安が進行しました。今はここの安値、ここの安値を結んだラインを引いたんですが、その付近で今止まっているようにも見えます。ストキャスティックスは安値圏でいっぱいいっぱいになっております。マックディはまだまだ下落モメンタムが強くなってきているところで、まだここから下落するのかなという感じですが、今一旦ねここでのダブルボトムをイメージしてたんですが、それを大きく下抜けてきてますので、ダブルボトムという可能性はなくなったなとは見ております。そうするとこのまま続落するのかなというふうにも見えます。もし続落するなら次はここですね、 78.6% というところを目指して落ちてくるかなとは見ているんですが、そうなるとここからまだまだ円安が進行すると考えられます。今は一旦節目で止まったなという感じですので、ここからどうなるかというところが注目ですね。ただこの急激な円安というか、それに伴ってドル円も異常な上げ方をしてますし、ちょっと動きがおかしいなとは思うんですけれども、この先どうなるのか。このまま円安が進行するようですと、ポンド円はまだまだ上げそうな雰囲気ではありますね。では次はポンド指数の日足です。こちらはこの直近の高値を一旦超えて、そこからの調整の下落が起こると思っていましたが、ドルもさほど強くなかったせいで今ちょっと上げてきてますね。ただこのここの高値を超えたこの陽線の腹見足になっておりますので、今はここでの小さなレンジになっているのかなという感じです。ですのでこのレンジを上に抜けてくるか下に抜けてくるかですが、もう少し調整が続くんじゃないのかなとは見ておりますので、ポンドに関してはもう 2,3 日方向性がなく動くのかなと見ております。ただ円安が進行すると、ポンド円はまた上げていきますので、ちょっとそこが分かりにくいところですね。ではポンド円です。昨日も大陽線で引けております。ここの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 78.6% がこのラインなんですが、この辺を目指して上げてきていたと思ってたんですが、もう大きく抜けてきました。で今はそうなりますと、ここの高値ですね、この 158.219 っていう直近の最高値を目指して上昇してきていると考えてます。このラインをもう消しときます。そうしますとね、今ここ3点、1点、2点、3点つけてますので、次はここでのレンジになるのかというところですね。ここの大きな黄色のボックス、この中での動きになってくるのか、それともですけど、こんな感じですね。ここの高値、この高値に引いたラインです。このライン上まで上げてくるのかなという感じです。今はこの黄色のボックス、もしくはこの切り上げラインを目指して上昇してきていると思ってますので、もしかしたらこの辺ぐらいまで上げてくる可能性があるなとは見ております。ただ今ここからロングでついていけるかというとちょっと微妙です。だいぶ上げきってる感もありますので、まだまだ上げそうな雰囲気でもありますけれども、今ここからついていくのは怖いので、そうなるとしばらくはノートレードかなと見ております。一旦は 158.219 この高値で反発してくると思いますので、そこでは逆張りのショートはありだと思いますが、この勢いでいくとここも突き抜ける可能性がありますので、そこは注意だと見ています。ストキャスティックスは高値圏いっぱいいっぱいになっておりますので、いつ下落してもおかしくない状態ではあるんですが、とは言いつつずっと上げ続けてますし、マックディに関してはまだまだ強い上昇モメンタムを保っておりますので、簡単には下げてこないんだろうなという印象です。では4時間足です。4時間足ではエリオット波動1、2、3波進行中と見ております。ここが4波になるのかなと昨日話しておりましたが、結果的にはここから強く上げてきておりますので、これはまだ3波なのかなという感じですね。その中でここの強い上昇を見てますと、この3波の中にフラクタル構造でもう一つエリオット波動がかけると考えてます。ここでね、小さいんですが、1、2、3、4、5。でこの急上昇っていうのは5波によく見られる現象ですので、仮にここが 1,2,3,4,5 でエリオット波動が終わってるとすると、今ここから、このフラクタル構造でのエリオット波動の修正波に入っていきます。でそうしますと、その修正波というのがこの大きなエリオット波動の4波に当たる可能性があるので、ここから4波に入るのかというところですね。先ほどの日足の黄色のボックスの上限がちょっとこの辺にありますので、もう少し上げるのかもしれませんが、その辺では一旦修正に入って、そこから最終5波が出る
そのご飯が先ほどの冷やしの、白いラインですね。あそこまで到達するか、それともこのご飯の今このフラクタル構造のご飯の高値を抜けずにここでのフェイラーで落ちるのか。ですのでイメージとしては 1,2,3 ここから4波に入って、このご飯がどこまで伸びるかですね。このご飯がこの辺で終わって下落すると考えますと、先ほどの冷やしの大きな黄色のボックス内での推移になりますので、今これだけ押しをつけていない以上はもしかしたら最安値まで下落する可能性もあるとは見ております。今4時間足単位では、4時間足の目線切り替えポイントはここのオレンジのラインです。そして1時間足の目線切り替えポイントはこの紫のラインと見ておりますので、本日は一旦ここを抜けてくるような動きをすれば、ここからは一旦は3損を作って下落するようなそんなエントリーができるとは思いますが、今この状態ではショートもロングも打てないなというふうには見てます。今こっちの方を見てますとね、今ちょうどここですね、この高値で止められてるんですよね。そうすると次ここを抜けてくると、次はこの高値この高値と、段階的に上がっていくと思いますが、今ここが最高値ですね。この辺を目指す 158.219 を目指すとなると、もう少し、あと100ピプスぐらいは上げる余地があるんですけれども、ちょっとこれではついていきにくいので、今はノートレードかなと見ております。ストキャスティクスも高値圏からデッドクロスしております。ただ4時間足のデッドクロスはさほど、落ちないんですよね。過去のデッドクロスのところを見ていただくと分かりやすいんですが、ここでのデッドクロスっていうのはここですね。この値幅しか下落してませんし、ここはもうちょっと高値圏で張り付いてからのデッドクロスで分かりにくいんですが、こんな気しか落ちていないので、今デッドクロスしたからといってどれだけ落ちてくるのかというところが疑問ですけれども、今するのであればこの4時間足のストキャスティクスが、下がってきたところでゴールデンクロスしたら買っていくという方法ですね。過去にも喋ってるんですが、こことかここで、ゴールデンクロスしてるところではそれなりに上げてますので、買っていってもいいんじゃないかというお話をしました。そしてその次ですね、ここでちょっと変わった動きをしたので、もしかしたらもうここは機能しないかもしれない、ここでゴールデンクロスしても上げてこないかもしれないですねって言ってたんですが、結果的にはここから大きく上げましたよね。ここのゴールデンクロスはここの部分ですので、ここから大きく上げてきてますので、もしかしたらもう一度この辺もしくはここよりも安値でゴールデンクロスしてくるところでは買っていけるポイントになるのかもしれません。今現在は1時間足も4時間足も日足も全て上目線で、4時間足も上昇トレンド中で、今この GMMA に沿ってずっと上げてきてますので、次下がってきて GMMA に接触したところ、そしてストキャスティックスが比較的この下の方ですね、この辺からゴールデンクロスするようなポイントに当たれば、そこからのロングで、直近高値までという買い方はありだと思ってますが、今はこの下げていない状態で買っていくのは怖いですので、とりあえず一旦の戻し、浅めの戻しでもいいので、それを待つのがいいと思ってます。ただ今日中にこのストキャスティックスがこの安値圏まで落ちてきて、そこからゴールデンクロスしてこれるかというと、多分それは時間的に難しい気もしますので、もしかしたら4時間足単位でのエントリーは今日は難しいかもしれないですね。では1時間足です。1時間足ではエリオット波動をイメージしてまして、ここの最終の5波がダイアゴナルトライアングルと見ておりました。そこで 1,2,3,4,5 となって、そこからの下落と見てたんですが、その下落もさほどせずにそこからまで上昇してきておりますので、ちょっとこのもう仮説は崩れたと見ておりまして、でここに平行チャンネルを引いてて、その平行チャンネル内で動いていると見ているんですが、それも今上抜けてきたので、ちょっとこれも崩れているなという感じですね。ですので1時間したんでちょっと分かりにくいなとは見ております。ただこの GMMA まだずっと上昇してきておりますよね。でここにバンドウォークする形でずっと上がっております。ここで1回深押ししましたが、深押ししたのでこれが最後の上昇になるのかもしれないですけれども、今のところまだ上向いております。そして4時間足の GMMA も上昇トレンド中ですので、今は押してきたら買っていきたいところではあるんですが、どこから下落するかがわからないので、あまり深い追いはしない方がいいかもしれないというところですね。そして1時間足のストキャスティクス、ここの安値圏でのゴールデンクロスからの上昇しております。でもここもそうですね、ここの安値圏からのゴールデンクロスも上昇しております。それ以前はねちょっと機能していない感じなんですが、ですので今ここからもう少し下がってきたところでゴールデンクロスしたところでは、もう一段上昇するのかなと考えておりますので、もう少し安値圏に来たところでは、買っていってもいいかもしれないなと見ております。ただ今非常に押しが浅いので、せめて GMMA に接触する
ところまでは下がってきてほしいところなんですが、この GMMA に接触するところまで下落してきて、そこでストキャスティックスがゴールデンクロスしたら直近の高値までは買いたいんですが、今ここからもし買っていたとしてもこの高値ぐらいまでしか追っていけないんですね。どこまで上がるかがわからないので、なので直近の高値は158円付近までは上げていくのかもしれませんけれども、今ここから追いかけるのも怖いので、今は一旦静観かなと見ております。もしもう少し深押しして GMMA に接触するようなところで、ストキャスティックスがゴールデンクロスしてくるようですと、そこからは一旦ロングで買っていってもいいかもしれません。ただ高値圏ですので、その辺は十分注意してトレードしていく必要があると思ってます。ということで本日まとめますと、今は一旦は静観かなとは見ております。ちょっと形が分かりにくいのと、ここからの高値追いっていうのも怖いですので、まだ上昇するかもしれませんが、一旦は、ロングに関しては静観で、深く押しをつけてきたところ、先ほど言いましたように1時間足での GMMA もしくは4時間足での GMMA と接触して、そこでストキャスティックスが安値圏からゴールデンクロスするところでは、一旦の直近高値までは買っていってもいいとは考えております。でショートに関しては今は少しやりにくいなとは見ておりますので、例えばこの1時間足の目線切り替えポイント、ここの紫のラインですね、ここを下抜けてそこでの三尊をつけるような、こういう三尊ですね、それを作るような形になってくれば、そこからのショートエントリーっていうのもありだと思いますが、今日足4時間足っていうのは上目線になっておりますので、その辺も十分注意した上でのトレードにしていければと考えてます。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。